はぁ、楽やわ今日は。最高やな。あな、はい、あいつらどこ行った？あ、なんか全員で倉庫掃除してます。倉庫掃除？はい。じゃあ俺行ってくるわ。はい。何してんの？マジでやってくる。いや、ちなみにお前らが勝手にやってるだけじゃん。え、俺だって監督どこんの？あ、監督だよ、まさか帰ったの。帰ったん、はい、うわぁ、そんな時にサボっちゃってるんか。ダサいかわいそうに。でもね、でもね、ここで掃除するとどこさんも喜んでるから。今日はあのクソジーも帰ったし、あ、さあ、三段取り焼き損ねたから、やろう。お前、騙したの。あれ信じる。アホすぎるって。こいつめん。痛い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 。ただしこの一回が楽なわけではないし、皆さん覚えておくから、しっかりと行動で発生してください。いえ、はい、はい、はい、じゃあね、ありがとうございます。すいません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 、ありがとうございます。あれイジネ、監督来たらのろし上げて、俺寝とくから。はい、わかりました。おや、いる。来なさい。なる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 。知念ちゃんとのろし上げるか。あ、上げてる。そや、寝てたから気づかない。バカじゃん。なあ、わかっとる。先生が不在や言うて、あそこで寝てや一年に、のろしを上げさせたりしてや、先生かて。これで飽きないやってんねん。お前も覚悟持ってやらんかい。なる。ゆり。なる。ゆり。なる。今、半ええ感じやねん。なるなる。はっきり言って、切腹もん。なる。もうええ、お前みたいな3年生はいらない。なる。なる。出ろ。なる。はい。
こんなんじゃあかん。謝りに行こう。監督班。なんや。すいませんでした。もう一度練習に入れてください。お願いします。ああ入れ。いいんですか。ええぞ。しっかり今から言うこと覚えときや。はい。きちんと謝る男に対しては許すのが男や。懐かしいの先生、あの時の言葉覚えてますよ。監督さん、今お時間いいですか。なんや、本当にすいませんでした。あぶりなる。長谷部アホでよかった。なんとかして連敗の原因がわしっていうのは隠し通さなあかんな。あれー似たー、最近調子崩してるやんけ。打率もせっかくよかったのに、はい、なんか溜めて解放とか無理やり意識変えられて左利きやのにショートなんか立てられたりしてかわいそうに。こんなん聞いたことないよ、左利きのショートなんて。くそー、よりによってあのクソに。でもそんな気にすんなって。我慢するときよ、我慢するとき。監督には監督の考えがあるんだから。そんなまさかないとかありえないよね。すいません。あれれ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 、みんなどうしちゃったの。さっきまで準備よかったのに。長谷部コーチのノック見てるときはみんな準備よかったよ。しながらそれぞれがやっていくな。そういう練習をまだまだやっていきましょう。はい。何かある人いますか。監督なるね。いいですか。打撃トレーニングの時にハムストリングって意識した方がいいですか。なる。ハムえした方がいい。まさか知らないんですか。いや知ってるよ。日本一を目指すチームの指導者が知ってるよ。ハムストリングね、ハム意識した方がいいです皆さん。あ、すいません、僕ちんちょっとド忘れしちゃって。ハムストリングってどこの筋肉でした。こいつめまあ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 、まあ、監督もド忘れすることはあるよね。みんなみんなあんまりそこは気にしないように。さあ練習行こう。練習現にわしのせいや。おい、一山津。はい。ちょっと翔太呼んできてくれ。わかりました。はーい、なんか。翔太。お前も気づいちょんねやろ。このチームが失敗している原因。翔太。前に、
行く頼みがある。はい。頼んでみるか。先だ。仕方ないや。それだ。はい。頼む。出ろ。嘘だろー。出ろ、邪魔。嘘だろー。はっきり言って邪魔、害悪。うん。邪魔、害悪。嘘だろー。前のやつ、左。あと、チームメイトの交流を禁ずる。はい、掃除しとけ。はい、出ろ。嘘だろー。はい、よいけ。嘘だろー。よいけ。嘘だろー。いや、マジありがとうな。えぐい。いやいや、全然ですよ。いや、助かった。俺、ああいうの上手く伝えるの苦手やからさ。それなら任せてください。今後も翔太さんの言ってることが正しく伝わってなかったら、僕が正しく説明しておきますから。サンキュー。はい。館長さんが草野球行くから、みんなで見送るみたいです。オッケー。失礼します。いや、行くか。よいしょ。よいしょ。おはようございます。ちょうど。どうす。どうも。いや、朝まで飲みすぎたよ。これでノックできなかったら君のせいだよ。ああ、そうです。じゃあ、草野球のコーチ行ってくるね。頑張ってください。頑張ってください。頑張ってください。もしうまくノックできなかったらまた練習付き合ってね。頑張ってください。館長、黙ってください。本当に、本当に黙ってください。ありがとう。ちょっといいですか。いやいや。翔太さんは頑張ってくださいじゃなくて黙ってくださいって言ったんですよ。どけどれ。おや先輩、今度来ました。オーケーだ。あいつはサボり部員の翔太。はっきり言って嫌い。ムカつくし、注意する気にもならない。今日は部員たちの準備が甘い。一人14回もエラーするやつがいるし、どんどん腹が立ってきた。特にムカつく翔太には意地悪なノックを打っているのに、全くエラーしないのが一番ムカつく。久々に大説教をしてやった。すっきりした。まあ正直もうすっきりはしてるし、許してもいいが、しばらく試合はないし、今日は草むしりでもさせようか迷うな。お、リーダーが謝りに来た。今日のリーダーは誰だ。許さない決定。必要以上に説教してやった。さ、帰ろ。あの監督さん、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 明日の練習試合なんですけど、オーダーどうしますか。勝手に。へいへいへい。ダメだよね。
はい、しっかりお前ら。そこをね、しっかりと意識していく、そんな一日にしましょう。はい。でな、まああげちゃうと思うけども、ちょっと朝のウォーミングアップ中にな、ちょっと残念ながらミネタが、ちょっと足首を捻挫してしもうて、最近な、ちょっと野球部で、怪我が増えてきちょるから、まあ、しょうがないことやよ。意識した上での、注意した上での怪我やからしょうがないやけども、やっぱ気の緩みもあると思う、先生思うから、ちょっと引き締めていこうぜ、いんで。とはいえ、明日はもう練習試合があるから、いきなりな、ちょっともう怪我人多いんでやめときましょうとは言うわけにはいかへん。相手さんもいるからな。せやからちょっとミネタの分の、まあ、サード。まあ、白井も怪我しとるから、まあ、誰が守るかいうところやねんけど、ちょっと確認けど、サードを守った経験が、ちょっと今までこの野球歴であるよってやつはどんだけおるこれ。ああ、はい。黙れ。お前サード。オッケー、いいよ。はい、他にサードを守ったことあるよってやつおるから。あ、僕ら3人もです。あ、お前らです。なる。サードもある。はい。あ、いい。そうそう。だけか。だけか。だけか。サードか。明日無理よな。いや、多分いけると思います。いや、お前じゃなくて。いや、いけると思います。お前ではなくて。なる。ちょっと多分無理です。せんな。